あなたはヨアキム・ミズラヒ博士。波というものはどこか人と人の関係に似ているとは思わないかね。寄せて引いて互いの距離を確かめ合うかのような、そんな営みを英語に繰り返している。お嬢さん、君はお父さんのことは好きかね。え、思えば親子というのもこの波に似ているな。あの、あなたと父とは、その、どういった関係だったんですか。知ってどうするね。知ったとて今の君にとって益のあることとは思わない。私は、言葉というものは聞き取る側の思い一つでどうにでも変化するんだよ。良き言葉にも悪しき言葉にも、伝えようとしても伝わらない言葉もある。良かれと思ったことが必ずしも良き方向に向かうとは限らない。君も科学者なんだ。だったら分かるはずだ。それでも知りたいんです。でないと私は、私はどこに立っていればいいの。あの男の言葉はただの風だ。あの男、あれは画集に取り込まれた男だ。関わる者すべてを不幸にする。私は見たくないんだ、君の悲しむ姿はね。誰のことを言ってるんですか。私にはそんな人。私はサクラと約束をした。生まれ来る新しい意識が皆幸せに暮らせる世界を作ること。君にもそんな世界で暮らしてほしい。そう願っているよ。ミズラヒ博士、望まないことはしない方がいい。自分に素直になりなさい。そうすれば彼女は答えてくれる。